強固な水晶体に包まれた彼女から情報を得ることは叶わなかった。一方、作戦中に壁が崩れたことで壁の中に潜む巨人の存在が明らかとなったが、その衝撃的な事実が公にされることはなかった。そして女型の巨人捕獲作戦の決行前、調査兵団は女型の巨人の共謀者を探るため新兵の一部をウォールローゼ南方の施設に隔離し、ミケ・ザカリアスら手だれの兵士たちに監視させていた。女型の巨人捕獲に貢献した彼はエルヴィンの命を受け、作戦成功をミケたちに伝えるべく短期で隔離施設に向かっていた。そんな彼を思いもよらない事態が待ち受ける。本当にあの子たちの中にアニレオンハートの共謀者が？さあどうだろうな。だが無視できる確率ではない。Thank you.
ください。何て言うんですか？腰
腰につけた飛び回るやつ。まあいいや、持って帰れば。面白いことを考えるな。もう大丈夫ですよ。何が？それは、あれ？ああ！嘘でしょ！そんな、待ってくださいよ！さあ、走ってください！なんで？あなたを助けてくれる人は必ずいる。さあ、行って。走らんかい。Thank you.
れた人がいないか探してください。有利に戦えるよう手配しておくから。
にも声をかけに行かねえと。そこの調査兵、悪いがここは頼めるか。他の村にも？俺たちの任務はこれで終わりじゃないんですか？怪我はないようだな。はっ。104期調査兵団サシャ・ブランスです。上官の指示で各地への情報伝達に。あ、そうだったか。装備もない中ご苦労だった。お前とそこの子供は。そっちのお前は戦えそうだな。であればこの先にいる駐屯兵団。どうやら東防衛線が押し込まれた。必ず今回のお礼。